どうも、やらマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶丸ダニー、まつりだ、やいそー。さあ、本日の動画は、令和の浜松あるある、家康くん前。よいしょー。家康くん前。まあ、読んで字のごとく、重要な話にはなるんですけども、この家康くん前、うん、これは、あの浜松駅北口にあるあの家康くん前の場所のことなんですけども、ほう、はいはいはい、まーつりーだやいそーやいそーやいそーで、まあ、のなんでそうなったかっていうと、最近の浜松あるあるどんなことがあるんだろうっていうのを、はい、いろんなところで探してるだけど、はい、まあ、最近ですね、SNS でもよくいろんなものアップするんですよね。はいはいはい。まあ、例えば YouTube ショートでも、あの出しただけど、浜松市民は浜松駅周辺のことを街というみたいなの動画を出したりとかしてて、はいはいはい。あとね、俺 TikTok で友達と街で遊ぶときに、あの集合しようみたいな動画を上げてるんですよ。はいはいはい。でその時はもうちょっとぼやけた言い方をして、今日飲みに行くか、とりあえず街集合みたいな動画を出してるんですけども、うんうんうん、でその時にあの TikTok をあの見ていただいている皆さんから、フォロワーさんからいっぱいこう連絡が来て、はいはいはい、私は街の中で家康くん前に集合にしてますみたいなのとか、ほうほうほう、俺は家康前だなみたいな感じで家康くん前集合がめっちゃ届いてる。その街に行くのは大前提として、街で遊ぶ時の集合場所どこにするかで圧倒的に多かったのが家康くん前だっただよね。でこれってあの紐解いていくと、お茶丸があの昔 の, あの思い出話として出したあの花時計の場所なんですよ。はあ、そうそうそう。だで、あの俺らの時代ね、俺が高校生の時とかに、あのじゃあ街行こう、街遊びに行こうってなって、じゃあどこ集合するってなった時に、じゃあ花時計前集合ねっつって、花戸前とかさ、花戸前集合みたいなさ、その花時計前、花戸前集合なんつって言ってたあの場所、今そこは家康くん前集合という風になっているそうです。シンボルが変わったってことね。じゃあね、そう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 。で、まあ確かにそうだなって思っただけど、まあ、やっぱ俺はまず18年間ね、浜松を離れてて、戻ってきてようやく1年経ったっていうところなのよ。そうですね、で俺高校生の時に必ず浜松駅を経由して、あの高校通ってたもんで、その時は駅を毎日のように使ってただけど、今ってその用がないとその浜松駅を介してどっかに行ったりとかもしないし、まだこの1年の中ではそんなにあの友達と遊びに行けたりとかしてないだよね。常になんかそのお仕事で、ちょっと街の方に行ってとかっていう形だもんで、あんまりこうあの浜松駅周辺を網羅できてなかっただけど、だわざわざ駅前集合っていうことがないってことだよね、現段階では。そうで、これがもうちょっと慣れてきて、じゃあ、街で、今日は飲もうとか、なんか、同窓会やろうとかっていう風になってったら、また変わってくるかもしれないんだけど、そう、今の、若者の皆さんは、街で遊ぶ時の集合場所の一つとして、家康くん前集合っていう風に言ってるらしいだよね。へー。そうそうそう。で、他の意見もあっただよ。例えば、新浜前集合みたいな。いわゆる俺らの、今、アッポンスタジオっていうところでラジオやってるだけど、新浜付近で集合っていう方もいらっしゃれば、なんか、空もののところで集合ね、みたいな。空も集合みたいな方とかも、いらっしゃるみたいなんですけども、なんか圧倒的に家康くん前が多かったっていうイメージ。まあ、でも確かに分かりやすいスポットであるよね。で実際やっぱ俺も浜松駅使ったりはしてるもんで、そういう時にやっぱ北口を通った時に、やっぱあそこって人は結構いるなと思ってるもんで、もちろん多分大人の方でも集合する時にあそこを目印に、家康くん前集合ねっていう方は多分いらっしゃるのかなっていうふうに思っただよね。だもんで、渋谷で言ったらハチ公前。あ、なるほどね。そうそうそう。で、浜松駅で、お茶丸の時代は花時計前。そして、令和の今、
家康くん前集合中になってるよ浜松駅前ではね。そう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 。だもんで、まあ俺は今こう令和4年に話してるもんで、うん、あの令和の浜松あるあるっていうふうに言ってるだけど、うん、まあもうこの令和になる直前のあの平成の時にももうみんなは多分家康くん前集合とは言ってるもんで、うん、まあ俺は今こう令和4年だもんでっていうところでお届けはしているだけど、うん、まあちょっと前からもうみんな家康くん前集合になってるっぽいね。まあだから同じ位置でみんな集合はしてるけど、うん、シンボルが変わったから言い方が変わったとかね。そうそうそう。で実際やっぱそのまああのラジオ局だったりとかで、うん、あの若いディレクターさんとかもいらっしゃったりとか、はいはいはい、あのダミゲーターさんも若い方多いもんで、うん、あのそういうみんなに聞いてみたりとかしたら、うん、やっぱみんな家康くん前集合っていうイメージがあるって言ってたね。街で集合するときは確かに。でも駅出たらパンとでかいのあるもんね、うん、そうそうそう。だからなんか俺の中ではなんか場所は変わってなかったんだみたいなその嬉しさもあったんです。その集合場所は変わってなかったんだみたいな、名称が変わっただけでみたいな。だからもしかして花時計が残ってたとしたら、うん、花の前だったかもしれないってことだよね。そう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 。だもんで、まあ、今はあの家康くん前集合っていうのは本当に分かりやすい待ち合わせ場所の一つなんだなっていうふうに思った話なんだよね。いやそうだもんでさ、うん、花時計前で青春時代集合してとか、うん、そういったところから素敵な思い出とかもあるだけど、うん、きっと今の若者の皆さんは、うん、あの家康くん前を集合にして、ね、あのデートしたりとか、なるほどね、うん、友達と集まって今日は飲み行くぞみたいな感じの方とかもいらっしゃるのかなっていうふうに思うだよね。家康くん前で繋いだ恋が成就してる可能性もあるよね。いやあると思うに本当に。だでさ、うん、あのまあこれからねやらまいかカンパニーもあの街で待ち合わせするとき、うん、これはもう家康くん前集合でいかんと公開で言うな、うん、実際ね今思い出すとその時はそういう風に俺ワード知らんかったもんで、うん、あの大福に家康くん前集合ねって言ってないんだけど、うん、自然と大福があそこで待ってたこと一回あったら、でもあそこじゃないやっぱ駅前で待ち合わせるっつったら、そうそうそう、あの時はその家康くん前集合っていうワードが出てこんかっただよね。そのどうなってるかが分かんなかったもんで、本当に多分去年ぐらいの話だと思うけどね。俺は若干明和寄り出ましたけどね。あ、そのパターンもあるね実際あるはい、ということでこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。